おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。おてこ TV ではアクアリウムの動画を配信しておりまして、アクアリウムに興味のある方ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、本日こちらの水槽とこの下の水槽、を、ちょっと見ていこうというか、作り直したいなという感じでございます。前ね、すごい前にこっちの、こちらのレッドビーシュリンプ水槽のレイアウト変更、本当何日かけて作ったかな、だいぶ時間をかけて、動画にしたんですけど、今はね、ちょっとレイアウトめっちゃ崩れてます。ちょっとね、悲しいことに、めちゃくちゃ崩れてます。崩れまくってる。これちょっとアヌビアス7プチとかなんですけど、木削液、私が使ったのは、畜削液なんですけれども、苔退治をするために、使用したんですよね。ところがね、やっぱね、アヌビアス7にもかなりダメージを負って、葉っぱがね、ちょっとね、やっぱ虫食いみたいになっちゃったんですよ。わかるかな、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、虫食いみたいになっちゃって、結局弱ってる部分は溶けて、元気な部分だけ残ったから、虫食い状態になっちゃったんですよね。で、まだそれが戻ってきてない、というのと、レイアウトがちょっとあんまり良くない。結構時間かけてね、いろいろやったんだけど良くなくて、ちょっと綺麗にしておこうかなっていうんですけど、ちょっと今レイアウトの、素材も少なくて、あんまりなんていうのかな、こういう風にのにしたいなっていうのもなかったんだけど、こちらの水槽ちょっと今汚れて、これから掃除するんだけど、掃除とかいろいろするんだけど、こちらの水槽がやっぱね、結構、真っ暗なんですよね。真っ暗、上はね結構いいんだけど、こんな感じ、なんかね、上はいいんだけど下が暗いで、特にここら辺が暗い。クリプトコリネが密集してて暗い、ニャノでニャノでこのクリプト地帯を、ごっそり抜く。で、ここに移植すると。それでレイアウトを、完成させようかなみたいな感じでございます。ただもうこっちもね、クリプトコリネの大株がもう一個ドンあって、でこっちにも、こっちの方にもちょっとだけ、もう移動してあるんですよね。まだ植えてないけど、だからちょっとここのレイアウトどうしようかなっていうのは、まだ未定なんですけれども、とりあえずここを、少し、間引いてね、クリプトコリネとりあえず抜いて、隙間を空けていきたいと、そういう感じでございます。明るくしたいと、そういう感じですね。ちょっと抜いてきますね。まず手前から抜いていくか。その前ちょっとレイアウト品、ここら辺のレイアウト品を抜いていきます。で、結構あるな。で、まずこれ、ここ抜いていきますね。このね、クリプトコリネのね、葉っぱが綺麗なんですよね。これね、ちょっとわかるかな、わかりづらいですかね。ちょっとね、ウェーブしてて、本当にいいやつだと思う。名前はわからない。なんか、いただいたやつなんですね。いただいたやつだから、ちょっと名前わかんないんですけど、かなりいいですね。これもね、一株ぐらいだったんだけど、どんどん増えていって、他の60センチの水槽のところにも、これ植えてあるんだけど、ちょっとお気に入りなんですよね。
った結構いっちゃったな。おー長い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 。よしちょっとどんどん抜いていきますよ。もうちょっと見えあの画面全く見えないかもしれないですけど抜いていきます。抜いてから考える。うん、よいしょ。まあ見事に、透明度がなくなりましたね。ちょっと水替えしてい、きたいと思います。ちなみにプロホースにちょっと加工してるんですけど、前動画であげましたけどちょっとプロホースの先に、網をつけてやってるんですけど、あのいやプロホースはなんていうのこういう使い方じゃないよね。普通はねちゃんとこう土を吸い上げてやるっていうのが使い方で、そうじゃないやつはもっと400円とかすごい安いので売ってるんで、まあ何わざわざプロホースをそんな加工しなくてもいいよねって話なのかなとも思ったりして、いやそもそもガラス面の清掃しなかったからめちゃめちゃ汚かったんですけど、今ちょっと、そう清掃し終わりました。だいぶここ空きましたよね。空いた、ちょっと時間の方が押してきてしまいましたんでとりあえず今日はここまでにしたいと思います。はい、まあでもまあまあでも今もう水入れてない段階でも結構ね明るいなーってさっきより全然明るいなーって印象ありますよね。うん、とこれで水入れてどうかなんですけれども、それは明日、はい、多分明日、やりたいと思いますのでお楽しみにしていてくださいということで、あと本日は、木曜日ということで、もじゃ動画の米読みのコーナーということで、まあ、週1でやっている、視聴者参加型の、やつをやってまして、それをサブチャンネルのおてこ酒場、はい、おてこ酒場、こちら結構面白いと思いますので、はい、よかったら、リンク、常になんですけれども貼ってありますので、覗いて、見てくださいということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画配信していきたいと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃっ